船橋は、富山県富山市の松川に架か,かる、富山県道208号小竹諏訪河原線の橋。江戸時代には、神通川に架か,かる、日本一の船橋として、著名になる。1998年には、日本百名橋に選定されている。1605年6月28日に隠居し、富山城を居城とした鹿賀前岳階、前田都長は、富山城の改修と同時に、 富山の町割りを定め、新城下町を整備したが、船橋はこの頃に、それまでの船渡しを改めて加強されたものと考えられている。1606年に、船橋小島町に住む先導の家屋敷に係かかる自書を、免ずる、胸の資料が残っていることから、この頃にはすでに船渡しは、船橋に改まっていたものと言われる。この船橋加強以前には、船渡しが、 両岸連絡の任務を果たしており、その渡し船に関する掟き手は、1580年11月に笹成政が定めたものが最も早いものとされる。なお、1596年に前田利家により52層の船を太綱でつなぎ、2列の板を使用した船橋が架橋されているが、架橋場所は江戸時代の位置とは異なっている。 1639年6月20日、前田利市常の隠居に伴い、その次男と市継に、富山十万国が分与され、富山藩が成立し、新川軍とネ院軍の境にあたる船橋は、加賀藩と富山藩双方が関係する橋となったので、1641年正月に、利市常は、神通川船橋を規定を定めて、これを富山藩に通帳した。 分け半当初の富山藩は飛び地が多く、不合理な状態が続いていたので、1659年に、前田利次はそれまで借地であった、富山城城下の富山城と新川郡浦山村一帯を加賀藩と交換し、翌1660年に富山城を居城と定め、1661年5月より、その修繕や、城下町の整備事業に着手した。これにより、 富山町の区分が改められることとなったため、それまで富山城の東側に加強されていた船橋は、富山城の北西にあたる七間町と仙道町の間にかかることとなり、その管理等もすべて富山藩が行うこととなった。橋は富山のランドマークであり周辺は茶店やマス寿司の店が並びにぎわった。1709年、藩は、 橋の周囲で町民が農業のための船遊びをしたり、太鼓や、三味線などの楽器の打ち鳴らし、上流りなどの語り、花火をすることは華奢であるとして禁止している。船橋は両岸に鎖食いという太さ4尺、地上部分の長さ1兆5尺もある毛焼きの柱を、それぞれ2本立て、太い鉄刷を両岸より渡し、その鎖に長さ6軒余り、幅6尺に寸。 深さ一尺七寸五分の船を六十四層浮かべ、つなぐ。鎖は中央で鍵でつなぎ怒りをつけて、川底に固定した。船の上には、長さ五圏二尺、幅一尺二寸以上、厚さ三寸の板を四列で三十二枚をかけ、大水の時には、規定水位を超えると鍵を外して橋を切り離し、流出を防いだ。また橋を切り離し再びつなぐまでは渡し船を、 出していた。なお後に、板は7列に、鎖は1649年以降、有史2条の鎖に変更されている。江戸時代にはよそにも、船橋はあり、福井には、長さ120軒のくずり川、船橋、森岡の北上川には、長さ110軒の新山、船橋などがあり、それぞれ図絵が残されているが、いずれの橋もほぼまっすぐに描かれている。 しかし日本屈指の急流であり、春には特に水量が増え川幅も広い神通川の船橋は、初代、歌川広重が、64州名所図に、富山船橋として描くなど、多くの浮世絵などの図絵が制作されているが、いずれの図絵も川の流れにより大きく下流側にこう、描く橋が描かれており、そのダイナミックな姿や、ドンズー木など多くの気候文などが、他国に紹介されたことにより、 城下町の中央を流れる日本一の船橋として、また機関として全国に知られることとなり、立山と共に越中名所の一つとなった。1883年1月28日に船橋に代わる神通橋という名の目標が竣工し、船橋は撤去された。1894年11月に若返が行われ、また1898年には、 延長27間が継ぎ足され、橋の合計長は150件ほどとなった。その後、1903年5月21日の神通川流路改修工事に伴う廃川地埋め立て事業の影響によって、神通橋は撤去されることとなり、1935年の埋め立て事業完成以降は松川に架か,かる船橋となった。2017年現在において、 松川に架かる船橋は、1989年に完成したもので、王子の船橋において用いられていた船をつなぐための鉄砂がモニュメントとして用いられるなど、王子の船橋の姿が再現されている。旧船橋の両岸には、橋のしるべを示す上や明かり立てがあるが、富山大空襲の際の焼夷弾により一部が破損している。毎年9月の第3日曜日には、 富が運河んが公園にて、鎖で、ボーと急走をつなぎ板を渡して、実際に渡る体験イベントを行っている。古くから、俳句、和歌、漢詩の題材となっている。船橋は、江戸時代の富山を代表する名所としても知られ、浮世絵などの画題としても多く取り上げられている。源なものさのみ、袋、第八巻八、13ページ、AB 富山市郷土博物館編。 川を渡る点。1991年7月、富山市教育委員会富山市編集委員会編。富山市,市第一巻。1960年3月、富山市役所富山市編集委員会編。富山市第一巻。1960年3月、富山市役所富山市郷土博物館編。川を渡る点。1991年7月、富山市教育委員会 ABC。 河川の歴史とか本人数画は31ページ。富山市,市編集委員会編、富山市市第一巻、1960年3月、富山市役所 ABC 富山市郷土博物館編、川を渡る展、1991年7月、富山市教育委員会富山市編集委員会編、富山市市第一巻、1960年3月、 富山市役所一宮市美祭、歴史民族資料館編、俗船橋物語、木曽川と神通川、くず竜川、2007年10月、一宮市美祭歴史民族資料館富山市市、編纂委員会編、富山市第一編1960年4月、富山市,市編参、編纂委員区、 特別展開道を歩く金星と山町と、北陸道2011年9月17日発行 26P、27P、30P ハット。特別展開道を歩く金星と山町と、北陸道2011年9月17日発行 31P、32P ハット AB と山県編。越中資料第4巻。1909年9月。富山県と山県編。 越中資料第四巻、1909年9月、富山県富山市郷土博物館編、川を渡る点、1991年7月、富山市教育委員会一宮守備祭、歴史民族資料館編、続船橋物語、木曽川と神通川、くずる川、2007年10月、一宮守備祭歴史民族資料館、富山県土木部道路下編、 富山の橋ザブリッジズ・オブ・富山。2002年、富山県土木武道路館。揺れる船橋体験不願運河関水公園北日本。新聞に、2015年9月21日26面。ヘレキシの中の都市と、村落社会収録。神通川船橋港。高瀬田持特別天属。船橋物語基礎川と神通川。くずり川一宮市美細歴史民族資料館。 ありがとうございます。